寝ながら聞ける。建築士独学道場です。通勤時間、通学時間、睡眠前など、寝ながらでも聞けます。受験生の貴重な時間を有効活用してください。正しい説問の文章をひたすら読み続けます。今回は、令和3年、一級建築士学科本試験、学科2、環境、設備、問11から問20、および、 合比キーワードです。す。さあ、始めます問い11空気調和設備に関して2密閉式冷却塔の省エネルギーを測るためにファン発っ制御およびファン回転数制御を行えるようにした3 遠心冷凍機の成績係数を改善するために、中間機においては、下機よりも低い冷却水入り口温度で運転できるようにした。4。ガスエンジンから発生する排熱を利用するために、排熱投入型の吸収冷温水器を設置した。問い十二。 事務所の空調方式に関して1低風量単一ダクト方式は一般に変風量単一ダクト方式に比べて搬送動力の消費量が大きい2個別分散方式は空調機を室単位やゾーン単位ごとに設置する方式であり一般に天井内等に 機器の設置が可能なため機器等の設置に必要なスペースを小さくすることができる。3放射空調方式は一般に天井等に設置した放射パネルを冷却または加熱することにより放射パネルと人との間で放射熱交換を行う方式であり気流や温度ムラによる不快感が少ない。 問い13機械換気設備に関して1200平米の一般的な事務室40席の換気量を1200リューベーパーアワーとした2100平米の喫茶店の客席40席の換気量を1200リューベーパーアワーとした四 千平米の自走式屋内地下駐車場の換気量を1万4,000粒米パーアワーとした問14給排水衛生設備に関して2給水設備において浄水系統と別系統にした雑用水系統の受水槽については 雑用水用ポンプを設置した、給排水衛生設備機械室の直下にある鉄筋コンクリート像の床下ピットを利用した。3、雨いお便器洗浄水等で再利用した排水が下水道料金の対象となる地域において、雨い使用量を計測する量水計を設置した。4、 飲食施設を設けない中小規模の事務所ビルの給水設計において使用水量の比率を飲料水30%、雑用水70%とした。問15排水設備等に関して2公共下水道へ排水する場合には原則として 排水温度を 45°C 未満にしなければならない。3ディスポーザ排水処理システムはディスポーザ専用の排水配管および排水処理装置により構成されており一般に排水中の BOD 等を基準値以下にして下水道に放流するものである。4 即時排水型ビルピット設備は排水の貯留時間を短くすることにより硫化水素等の悪臭物質の発生を抑制することができる問い16発電設備等に関して一、1. 非常電源専用受電設備は商用電源が停電した場合 消防設備へ電力を供給できなくなるので、大規模な特定防火対象物における消防用設備等の非常電源とすることができない。2消防用設備等の非常電源として用いる自家発電設備で、蓄電池を使用しないものは、常用電源が停電してから、 電圧確率および投入までの所要時間を40秒以内とする必要がある3デュアルフューエルシステムの発電機に用いる燃料は通常時にはガスを用い災害等によりガスの供給が停止した場合には重油等を用いることができる問十七。 照明率に関して1廃校が同じ照明器具においては器具効率が高いほど照明率は高くなる3室の形状を示す室指数が同じであれば室内反射率が高いほど照明率は高くなる4室内反射率が同じであれば 質の形状を示す質指数が大きいほど証明率は高くなる。問い十八、消防用設備等に関して、一、消火薬剤の放射により消火するパッケージ型自動消火設備を、スプリンクラー設備の代替設備として、 伸び面積1500平米の特別養護老人ホームに設置した。2、窒息効果と冷却効果により消化する泡消化設備を地下駐車場に設置した。3、水膜を張ることにより外部等からの炎症を防止するドレンチャー設備を重要文化財の神社に設置した。 問19建築設備に関して1非常用エレベーターの機械室の床面積は機械の配置及び管理に支障がない場合においては昇降路の水平投影面積の2倍以上としなくてもよい2空調用の低圧送風機系統において 同一特性の送風機を2台並列運転させた場合の風量は一般に単独運転時の2倍にはならない3ヒートポンプ給湯器は大気中の熱エネルギーを給湯の加熱に利用するものだ。冷媒に二酸化炭素を用いたものがある問い20 環境・設備に関して2建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく新築住宅の省エネルギー基準では原則として外費平均熱管流率 UH や冷房機の平均日射熱取得率 ETAAC 値を地域の区分に応じた基準値以下となること等が求められる3 被災時に救護場所や避難場所となる可能性が高い病院やホテル等の施設を有する企業の BCP においては、電気、ガス、水道等のライフラインの広域停止に備えた設備をあらかじめ計画することが望ましい。4。地域冷暖房システムの導入は、一般に、ミリ用熱の活用による排熱削減が期待でき、 ヒートアイランド現象の緩和にも効果的である以上が令和3年一級建築士学科本試験の正しい設問の文章です最後に今回の試験において合否に関わるキーワードを述べます各自で参考書等を利用して学習してください グレア予測平均温冷感申告 PMV 熱伝導抵抗居室内避難における歩行距離4時間以上日陰となる領域の面積排校曲線減放混色 音の大きさの感覚量。機械換気設備の換気量。雑用水。グリース素周期。消防用設備等の非常電源。照明率。消防用水。マルチパッケージ型空調機。 建築物省エネルギー性能表示制度、ベルス。お疲れ様でした。合格目指して頑張りましょう。